似合う似合う よかったね。オッケー、今日のリーク記事こんばんは。お疲れ様です。こんにちは。イカルマ今トイレ。あー、なんか怖っ。そうなの？こうなの？すごいな。ホタカがホタカが。今の分析して。今日のさ平均年齢23歳で。え、今日さ前回やばかったよね。俺ぶち切れすぎてさ。どういう感じになってるのかな？どこに行ってる？浦和坂さんのところ行ったんですよ。そうそう。いや平日でこの入りはすごいですね。あ、そう。ちょっと怖いっすよ。ちょっと怖いね。でもみんな面白い。うん。でも若い人多いらしいですよ。黙って。しかもバスを囲む時もあります。ダメから。普通に。あそこは東京グッズダメだって書いてある。あ、じゃあここで待ってれば。近かった。すごい裏は。ねえ、ちょっと撮っとこう。間近で見れる。みんな帽子かぶってる。危ないよ、やめなよ。Thank you.
番松木玖生選手の頑張ってねって感じだよね。もう本当に。もう今太郎が大好きだけど。帰る日はもう疲れがなし。気持ちよく帰る。どうでしたか？よかった。どうしてもこの裏の近所が気になる境に、うんうん、京都あったらな、うん、そのなんても声がキャーって言えてるからずっとうーんあーそうやってずっと来てる境に。あでも浦和の応援は大きかったですね。声がすごいね、うん、ずっと旗振ったかったね、うん。